はい、というわけでやってまいりました。車の中からお届けします。今日はね、100均で、便利グッズを、車の便利グッズを買ってきたということで、ダイソーとね、セリアに行ってきました。場所にもよると思うんですけどね、セリアの方が、なんか、カーグッズ多かったような気がします。まずはね、はい、ででーん。車内ポケットということで、これ、ゴミ箱、マイクロファイバーのクリーナー、ティッシュボックスを、付けれるやつです。ドリンクホルダーに取り付けられるトレー、曇り止めフィルター、ツヤ出しワックスシート、フロントガラスのね、曇り止め。で、これ、ででーん。これすごない?ヘッドライトクリーナー、200円でした。こちらダイソーのトレーバージョンですね。これセリアとダイソーあったんですけど、ほら2つ、こんな感じですよ。大きさほぼ一緒やな、これ。うわぁ、ピタッと合う。ではね、取り付けていきましょう。これくっさ。すごい。何これ。石油の匂いがする。ティッシュ取り放題。あ、もったいないことした。これね、両サイドはね、出ちゃう感じですね。で、なんか、おしゃれ柄なんやろ。こんな柄がついてます。うわ、すごい匂い、これ。こんな感じ。まあね、これ、100円だったらいいですよね。はい、これね、ホルダーとれ、つけてみましょう。これ、どっちがどっちって感じ。お、いいね。あれ?いいね、これ。こっちがセリアか。でもちょっと、ちょっとガタつきますね。で、まあ同じですけど、これね、ほら、ダイソー。ああ、ちょっと、これ物が一緒やからな。まあ一応これ日本製って書いてます。ってことはこっちもメイドインジャパンね。スマホ。あ、スマホ置けます。ちょうどこれ iPhone 11 Pro が、ちょうど置けます。これ以上大きいとね、ちょっとはみ出ちゃいますかね。で、これね、同じ。もう一緒ですよね。こういうところとか、ちょっとガタガタしますね。こっちの運転席は、運転席残念。ちょっと幅がね、もうちょっと細かったら入りますけどね。一個余ったな。どうしよう。続きまして、車内ポケット。これやってみましょう。はい。こちらもね、ヘッドレストを、取って付けるタイプですね。ここにね、針金が入ってて、これ針金かな?なんか、パイプみたいな、プラスチックパイプみたいなのが入ってます。結構ね、ほら、マチが広いんで、大きいもの入れそうですね。まあ、このままで使ってもいいんですけど、こういうゴミ袋?はい、こんな感じですね。ちょっと見栄えが悪くなるな。見栄えを気にする人はね、ちょっとこれやめといた方がいいと思いますけど。まあ、こうゴミをね、ゴミを入れちゃう。あ、もうちょっと、あ、そうか、こう、ビニールごとこういっちゃいますね。やっぱね、ビニールない方が、スタイリッシュかな。まあ、100均なんでね、あんま、そういう水物とか、飲みかけのジュースとか入れない限りは、こっちのビニールつけない方がかっこいいですね。マイクロファイバークリーナー。こんな感じです。中にね、なんかこう、スポンジが入ってますね。こんなところにぶら下げるんかい?あ、ちょうどこの三角形の、これ三角形なんでね、こう隅々まで。すごい、綺麗になりそう。ピアノブラックのね、内装の車とかね、これおすすめだと思います。ほら、ホコリが綺麗に取れるよ。ウェットティッシュとかでね、拭いちゃうとね、ほら、拭き残しみたいなのが残っちゃうんで、できるだけホコリだけだったら、これで、してしまった方がいいかな。あ、いいんじゃないのこれ。結構な、このゴミ箱も地味にええわ。こう、届きやすい位置にあるんでね。はい、では、ツヤ出し曇り止め。100均でこんな売ってます。こっちね、12枚で、こっち20枚ね。では、拭いていきましょう。よくね、この紫外線でね、このプラスチック系がね、ちょっと白っぽくなってくるんで、これツヤ出てるかな?わかんないけど。成分はね、水とシリコーン、シリコーンが入ってんのか。これビフォーアフター表現しづらいな。液剤の染み具合がね、そんなね、めちゃくちゃ、ジュンってなってないんで、すぐ1枚ぐらいね、この水分なくなっちゃいますね。これ乾燥してもこれぐらいのツヤが保ててるんかな。あ、なんとなく、やけど、
しっとり感が出たかな。はい、では曇り止めいきます。曇り止めね、ここ窓、こういうところも拭いちゃいましょう。意外とね、このフロントのガラスが曇る時もあるので、ここも拭いちゃおうか。一応こういうタイプね、一応テープでつくようになってるんですが、それでもすぐ乾燥しちゃうんですよね。そういう時に、これもね、なんか100均で売ってるという色味がかかってきたんですけど、どこに売ってるかわかんないんですけど、ウェットティッシュ類はね、必ずこういうのに入れといたら、水分が保てますね。もう入れとこう。はい、出ました。これですよ。これいいと思うんですよね。曇り止めフィルム、強くてクリアな3層構造なんですね。2枚入りです。フィルム表面がハードコート加工になってると。こんなん、ほら、よく携帯とかに貼るやつや。こんなんや。ちょっと空気をね、こすって出してください。本当にiPhone のフィルム貼りみたいな感じ。青色かなと思ったら、剥がしたらほら透明。あ、いいね。ではね、水弾きテストやってみます。どう？弾いてる。これ肉眼やったらね、よう分かりますわ。肉眼やったら分かりますわ。まあまあ弾いてるな。真ん中が見やすいって感じやな。はい、で最後ね、こちらヘッドクリーナー、ヘッドライトクリーナーですね。結構ね、炎天下で置いてる方は黄ばみが出てきますよね。これちゃんとね、掃除してから、やらないとダメなんで、今日はやめとこうかな。せっかくなんで中身がどうなってるか開けてみますね。こんなに3つ揃ってます。液剤、クリーナー剤と、このほら磨くスポンジと、なんかこれ何、脱脂綿か、何やろ、布切れ、紙切れみたいな、布切れみたいなのが2枚入ってます。一応ね、これ200円でした。ヘッドライトクリーナーね。へえ、はい、やっぱね、これ続き、次の動画にあげます。一応できたらね。はい、いかがでしたかね。カーグッズの100均ということで、ダイソーもね、セリアもね、すごいね、やっぱ品揃えがね、いいんですよ。棚がね、結構、昔よりね、品揃えが増えてるな、という感じがしましたね。で、物によっては、いいなというのが結構ありました。ドアミラーのね、湿気を弾くやつとか、このヘッドライトクリーナー、こういうものまでね、売ってるっていうのがね、びっくりしましたね。はい、というわけでね、なかなかね、最近やっぱ試乗動画っていうのがね、出せないんですけども、こういったね、車の便利グッズっていうのがね、まあ、100均でありましたんで、まあ今日は紹介してみました。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、100均で買える車の便利グッズでした。じゃあね、ボーイシュー。